久しぶりにこのニット着た。前から持ってたんですけど全然着てなくて最近しまってて、久しぶりに着た。確か面白いとこから配信してた。面白いとこから、でもそんなに今日はいなかったかな。そんな変わったここからなんだみたいな、はいなかったかも。みんな自分のお家だったり部屋だったり車だったりとか、車の中だったりだったりとか、自分にはメンバーには会えたよ。あの今日のその部が被ってるメンバーだったり近いメンバーは会えたよ。一緒に写真撮れた？いや、一緒の写真は撮ってない。写真撮ってもらったりはしたけど、一緒のは撮ってないです。うん、後で撮ったやつを載せますね、 SNS に。写真終わった後に載せる。まだ載せてないから。カーリング見てました。オリンピックの見てないんだよね。今回のオリンピックのやつ全然見てない。わかんない。全然聞こえてない。バリバリ言ってる。言ってた最初。あれ全然自分は聞こえてなかった。全然聞こえてた。静電気の音鳴ってた。アウター脱いだ時はお話し会の時は来てなかったけどね。さすがに暑いからアウター脱いだりする時はバリバリ言ってたけど、バチバチ言ってたけど、静電気で言ってた今絶対言ってないでしょそこまでの静電気は当たってない。なんかお話し会で着た服、なんかそう、これお話し会で着た服です。このニット、
これが静電気がさ、ニット着てたら広がっちゃうんだよ静電気で。今は大丈夫だけど。今日さすがに今日まだしてないペックス。今日はしないかもしれない。する時間はあったけど、別にあったんだけど、してはない。他のことしてた。だと光ってるの見える、光ってるの見える。ん？どういうこと？光ってる？ん？何が光ってる？どういうこと？メールでその会社じゃなくて、今日のメールで、あ、全身のはとね違う SNS に載せる予定。全身のやつ撮ってもらったか、どういうか載せようと思ってるけど、静電気が光ってるのが見えるってことです。あ、そういうこと？明るいとこだったら静電気が光ってるのが見える。あ、そういうことね。そういうことか。ここまでの静電気は起きてない。髪が広がるぐらいの静電気しか、まだ少し広がるぐらいの静電気しか。そこまでの静電気は起きてないから大丈夫だよ。最近流行ってる食べ物ものあります。最近流行ってる食べ物飲み物、なんだろう最近の流行りって、もう分かんないんだよな。最近流行ってると分かんない、なんだろう最近か、なんだろうね。分かんない、最近は分かんないな、何が流行ってんだろう。ちょっと前だったらさ、カヌレとかああいうなんか分かりやすいのがあったけど、今よく分かんない、何が流行ってんだろう。食べ物飲み物分かんないよ今。あ、もうないのかもしれない、なんかそういうカヌレみたいな感じの、カヌレとかフルーツ大福みたいな、ああいう流行ってるみたいな、ないのかも。そんなに今の流行り分かんないよ。冷凍餃子と、冷凍餃子にも入ってんの？え、分かんない。キャコちゃんのブーム、私のブーム、私が今ハマっているもの、まあハマってるもの、最近好きなものは人参しりしりと稲荷餅。それかな、なんか映えるようなものではないんですけど、全く人参しりしり
最近好き。2回しか食べたことないけど。と稲荷餅っていうのはね、あの稲荷揚げあるじゃん、お稲荷さんとかの、あの周りのやつの稲荷揚げ、あのあれの中にお餅を入れたやつ、いなり餅これが美味しい。それはおもちゃの郷土料理、いなり餅ですか。全然郷土料理ではない。いや普通に全然郷土料理とかではない、普通の普通のやつ、いなり餅それが美味しい。それはね、なんか普通の市販の稲荷揚げ、そのお稲荷さん用のやつ、甘いやつを買ってきて、自分で作ってもいいんだけど、油揚げ買って、でもあんまり甘くならないから、自分で作ってもの買ってきて、その方が甘いから、その買ってきて、それの中に普通のお餅を入れて、で電子レンジで温める、お餅が柔らかくなるまで40秒とか50秒ぐらい。一口サイズ、その稲荷揚げのサイズによるかも。お稲荷さんぐらいのサイズって、それねの餅巾着、あーそう、そんな感じ、それの甘いバージョン、甘いやつ、みなりさんだから甘い。え、でも全然郷土料理とかではないよこれ。普通に全国のやつだと思うけど、なり餅どこが餅吉が一番あれなの、わかんないな。うちきち。でもいろんなとこから出てるからわかんないや。でもうちきちのやつが一番有名な。のやつが有名なのか、いなり餅全然わかんないけど、でも全然大分のやつとかではない。あのせんべいとか売ってるところ、もち吉、55分まで配信してメールに間に合わせる予定ですか。
50分にランキングを読んで終わろうかなと思ってます。メール送りたいから、その後に SNS いろいろ更新しますね。今日の写真を載せます。なんか誰も知らないで、でもそんなに稲荷餅そんなマイナーなやつじゃないと思う。そこまで普通に売ってるぐらいのやつだよそこまでマイナーじゃないと思うけど郷土料理でも別にないしでもなんかそこんなに昔からあるものでもない、多分最近できたものなんだろうけど、そこまで郷土料理みたいな感じではないから。前からあるのではないと思うよ。最近できたものだとは思うけど。あとにも東京にも売ってる。どこにでも売ってる。どこにでも売ってる。なんか餅吉のやつが一番有名なみたいだけど、稲荷餅普通にあの何お稲荷さん用のやつ買ってきて、稲荷揚げ普通に、あとお餅があったら普通に家でできるから、なんかでも多分いろんなところのやつがある。味はどんな感じ？あんこ入って、いや、そのお稲荷さんの稲荷揚げとお餅だけだよあんこは入ってない、稲荷餅ただそれだけ。ニンジンなんとかはどんなニンジンしりしり、ニンジンしりしりは沖縄料理です沖縄料理それは郷土料理おでんに入ってるやつです。それはおでんに入ってるのは違う、巾着でしょ、もちが、それは違う、それは油揚げだけど、油揚げだけど甘くないじゃんそれ、違うの。お稲荷さんのあの甘い油揚げに、なり揚げに餅を入れたやつだから違う、味が全然違う。それとはなんか餅吉行ったら多分売ってる。私が多分最初に買ったのはもち吉のじゃない、もち吉のじゃなくてどこだっけ、どこのだろう、分かんない。うん、ドンキで買ったドンキで、違う、もともとできたものじゃなくって、いなり揚げとお餅が入ったやつが売ってるのね、と別々で入ったやつが、だから自分で入れて、それ何揚げの中に餅を入れて、でしりじり温めて食べるの。そう、そういうやつが売ってる。餅吉に売ってるのも同じやつ、同じタイプのやつ。餅吉は喋ると大阪にはうめさい。餅吉は全国にあるよ。餅吉は全国にある。ドンキ？ドンキ？ドンキホーテ？ドンキ？
ロンキで買ってロンキでそう買った。なんか売ってて、いなり餅美味しそうだったから買って。でも全然、でもそのいなり揚げとお餅があればそれ買わなくても別にできるから。家にあったら取れてみてやってみて、美味しい普通に。まあでもその組み合わせで美味しくないわけがないよねお餅といなり揚げ簡単にできる。それにチーズ入れても美味しい。チーズ入れて一緒に温めても美味しい。なんかチーズ入れたらチーズしょっぱいから甘じょっぱい感じ。なんかそうチーズ入れても美味しいって書いてあったからチーズ入れてみただけなんだけど普通に美味しかった。チーズだからお稲荷さんのその中が酢飯じゃなくってお餅バージョンみたいな感じ。うん、てかそう中が酢飯じゃなくってお餅そういうやつごま入ってるとし、お稲荷さん？確かに酢飯にごま入ってるやつってこと？私もそれ好き。で酢飯が好きなんだよね。酢飯が好き。チラシ寿司とか好き。酢飯が好き。刺身系ダメだけど刺身系は好きだよ。刺身好き、お寿司好き。普通そう酢飯好きなんだよなんかさ混ぜるだけでさご飯になんかチラシ寿司みたいになるやつあるじゃん。売ってある、あるじゃん。なんだっけ、なんかあるじゃんなんかレンコンとか入ってるやつ。あれ、あれが好きだったんだよね。どこのかわかんないけどお母さんが時々そうしてくれて、あれが好きだった。寿司太郎、あ、なんかそんなやつ、寿司太郎みたいなやつでもそんな感じのやつ多分それ、あんま分かんない自分でやったことないから。チラシ寿司、酢飯が好き。具が入ってるし、いや具も美味しいんだよね。美味しいあれ。
しかしそっぴゃんさすが今メイクしてるよ。今メイクしてますよ。チキちゃん食べたことないです。中国にあることがあったら買ってみようか。買ってみて。なんだっけ、あの稲荷餅美味しいよ。でももちきちじゃなくても稲荷餅は正直言ってだからスーパーとかに売ってあるそのお稲荷さん用のやつがとお餅があれば全然大丈夫なんだけど、もちきちはね他のせんべいも美味しい。他のせんべい系も好きです。もちきちのさ、なんかせんべいとかが入ってるカンカンカン家に何個かある。なんであるんだろう、なんかもらったかなんかで、その何個かある。美味しいよねせんべい。うん、話し会ってない、もうないの。話し会はそうだね、今のところネモハムルンバの話し会はこれん今日のが最後だったかな。今日のが最後でした。そうだから次が分かんないの、いつあるかがね。早く決まるといいけど分かんないもん。せんべいが好き、せんべいも好きだけど、あのぬれおかきが一番好き。ぬれおかきが一番好き。え、本当にぬれおかきが好きで、なんかもう常に大丈夫、常に今はあるけど常備してる。なんか百均に売ってるじゃんぬれおかき。売ってるとこ、売ってるお店と売ってないお店あるけど、売り切れの時もあるけど見つけたら買っちゃう。そのない時無料書きが好きなんだよ。無料書きと濡れせんべいにする。いや無料書きの方が好き。ぬれおかき、なんだろうね、ぬれおかき、ぬれせんべいは全体的にしっとりって感じだけど、ぬれおかきはなんか周りがねちょっとサクッとしてる、なんていうのちょっと硬い感じ、サクッっていうか、おかきの方が好き。ぬれおかきが好きなんだよね。湯布院かな、湯布院に おせんべい屋さんがあって目の前でこう焼いてる感じので、ぬるおかきがあったから、そうせんべいじゃなくてぬるおかき買った。お母さんと二人で行ったのね、その時。お母さんはせんべい買った、私はどうしてもぬれおかきが良くて。ぬれおかきが好き。でもぬれおかきってさ、売ってるの見ないんだよね、あんま。百均でしか見ない。スーパーとかで売ってるかもなと思って見に行ったら、大体せんべいの方しか売ってない、あったとしても。でもせんべいじゃないんだよなと思って、おかきがいいんだよなと思って、100均
キニオ売ってるの。それ以外であんま見ない。だいたいせんべいの売ってるの。ぬるおかきはそのまま食べるのも好きなんだけど、ちょっと温めて食べるのも好き。電子レンジでちょっと温めて、美味しい。普通のおかきはそこまでなんだけど、普通の硬いやつ、ぬるおかきが好き。なんでだろうね、なんか美味しい。ぬるおかきが好き。今も2袋持ってる。2袋持ってる。食べたくなった時に食べるように。なんか百均ってなんか普通に買い物してさ、欲しかったものがあって、でなんかちょっと食べたいなみたいな、お菓子のコーナー行った時にぬるおかきよく買っちゃう。家族でそう買い物行った時とか百均やってさ、なんかおやつ買おうってなって、私しか選ばないんだけどさ、ぬるおかき。みんなそんな食べないからさ、そう私とお母さんが食べるぐらい。妹たちもそんな言うほど。あったら1個もらうかもらわないかぐらい。みんな食べない。みんなそれよりむき栗、何なんか栗あるじゃん、売ってるじゃん、あっちの方が好きなんで。確かにそっちも美味しいの、栗普通の百均売ってるやつ、わかるかな、栗あれ美味しいんだよ。モグリ向いちゃいました。いやそれじゃない、それじゃない、ね、100均のやつ。100均の商品なんだけど、それがよく買う。100均行った時よくそのなんか食べたいみたいな時に、おやつ買おうってなった時に、それはみんな好きだからすぐなくなる。ダイソーにある、ダイソーかな多分それ。それも美味しい。私の中では2択かな、どっちか買うっていつもなる。なんかそういうおやつ買おうってなった時、家族とお買い物してて、そうお昼夕方ぐらいになんかお腹空いたねみたいな、なんか買うみたいな、着るし、なんか買うってなった時にどっちがいつも2択。毎回は買わないけど。無印のお菓子は何が好きだったっけな、なんか好きだったのがあったんだよね、何だったっけな、何だったっけ、忘れちゃった。なんか美味しいって思ったやつがあったんだけど、何だっけな、忘れた。あとね、何個かあって、1個がその
1回しか食べたことないんだけど、そっから それをその日から無印行ってないからさ、そんなに行かないから無印なんだっけな、なんかアプリコットジャムかなみたいなやつのクッキー、あれ美味しかった、初めて食べたんだけどそのアプリコットジャムみたいなやつの美味しかった、一回しか食べたことないけどあれ美味しかった。あとガトーショコラみたいな、なんか丸いやつ、それが美味しかった。真ん中にジャムをかけてる、そう、それが美味しかった。でもあんま無印行かないからあんまり知らないけど、あの無印の後キンパも美味しかった。すごい流行っててさ、無印のキンパが、で気になって買ったことがあるんだけど、美味しかった。そこまで行かない、そうなんだよね、私も行かないんだよね、あんまりそんなに行かない、時々行くぐらい。無印のキーマカレー美味しい。無印のキーマカレー食べたことない食べたことない行かないかも。あんま行かないかな。そんなに最近そんな行かない。なんか気になってるものがあるときは行ったりするけど、なんかコンビニってなんかすごい、そうなんかなんていうの、商品の入れ替わりが激しいからさ、いろいろ新しいのが出るから。気になってるのがあったら行ったりするけど、そういうのでよく出るからさ、この間はホットケーキマンが気になってたからそれを買いに行ったりしたけど、あんま行かないね、そういうのなくてみたいな、なんとなくで行くことはあんまない。レトルト食品とかあんまり買う。レトルト食品は、自分ではあんま買わないかな自分じゃ買ってくるのはお母さんだからさ、そういうの自分では買わないかも。あんまり買わない自分じゃ。欲しいの頼まない。レトルト系の
欲しいの特にないんだよね特にうんうんって感じ。特にあんまり家にあるものを勝手に食べる感じか。そうそう、常に何かあるから。そう、家族が多いと、多分家族が多いからなのかな。なんかこれがそんなに妹たちがいなければ、兄弟がいなければ違うのかもだけど、4人いたりするから、6人家族だから、うん、何かしらあるからそうそう、例えばさ、平日とかさ、妹たちはさまだ学校だからさ、学生だからさ学校行ってるじゃん。でお母さんたちは仕事にとか行ってて、家に私だけってなって、そうお昼ご飯みたいな、どうしようって思うの。だいたいなんかキッチン行ってそう何か食べるみたいな、何ストックがあるからなんかその時の気分。なんかそういう時カップ麺とか、そのレトルト系も大体置いてあるし、カレーとかパスタとか、このそれが全部ないみたいなことはないから多分家族が多いからだあるあるなんだろうけど、お菓子も常に何あるし、多分家族が多いからなんだろうけど、そうお母さんがみんな食べるでしょみたいな感じで買ってくるの、たくさんそうだから別に自分たちでレトルトのやつ買ったりとかそんなにしない。そう、みんな気づいたら食べてるから自分用で気分、あ、自分が食べたいもの、自分が食べたいものは名前を書く、じゃないと取られるからそう、そう勝手に食べられちゃうから。お母さんの好み、お母さんでもそこまでお菓子食べないし、お母さん、お母さんの好み、なんかみんなの好みって感じ、みんなが好きそうなやつを買ってくる感じかな。そう、いつもそんな感じ。お父さんのハンバーグ食べちゃう。ハンバーグ？ハンバーグ？でもね、お父さんがね一番ね、あの名前書いてても一番食べるんだよね。私のお父さんが妹とかがさ、名前書いてなくても、あ見てなかったって言って食べちゃうね。多分気づいたら。お父さんが一番そう。お父さんが一番そんな感じ。そう。お父さんがそうやってだからそう、なんか妹たちに食べられないようにってよりかは、お父さんに取られないように名前を書いとく
っちゃく書いたら見えないからめっちゃ大きく書いて分かりやすい。携帯落ちた。父さんが一番その感じだから。そう、家のストックをよく食べてるなお父さん。そう、いつもそんな感じ。名前書いてれば、まあ、食べられちゃう時も時々あるけど大体食べられない。もう食べられても「いや書いてたじゃん」って「なんで食べたの?」って言えるっていう「買ってきてよ」って言えるっていう感じかな。書いてたじゃんっていう言えるっていうね。書いてなかったら「いや書いてなかったじゃん」ってなるから「それは書いてなかったのが悪いよ」ってなるから。書いてたら反論できるから。マーキーって書いて、いや違う、もう強化って書く。フルネーム、フルネーム、フルネームじゃないから、その名前だけ、そんな木とかだけじゃ分かんないから。強化って自分の名前全部めっちゃ大きく、ちっちゃく書いても分かんないから。あ、50分ありがとう。そう、大事だから名前書くのは。家族が多いところは食べられちゃうから。じゃあ13位からランキング見ます。13位、としのりさん、ありがとうございます。12位、 WY アットマーク影の守護神さん、ありがとうございます。11位、バトニーさん、ありがとうございます。10位、スギリンゴ46さん、ありがとうございます。9位、ピンクカミオさん、ありがとうございます。8位、マサムネさん、ありがとうございます。7位、ラクラクさん、ありがとうございます。6位、香港の春マートマーク強化おいしさん、ありがとうございます。5位、ジョークスノーさん、ありがとうございます。4位、ラスカールアットマークタムタムさん、ありがとうございます。3位、ラボーナさん、ありがとうございます。2位、ニャークアットマークタムタムさん、ありがとうございます。そして1位がグランツさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、お話し会もありがとうございました。次のお話し会はいつかわかんないけど、また次のお話し会は日数と部数が増えてることを言って日数と部数が増えてるといいな。携帯が乗らないんだけど。じゃあこの後メール送って後で SNS に載せますね、今日撮った写真を。また後で載せます。じゃあメール送ってこうよ。ありがとうございました。明日は、明日の配信はやってなかった。明日の配信何時にしようかな。明日も早めにしようかな。明日はね、明日もそうメイクをする用事があるから、そんなその用事が終わってから配信したいから、明日も今日ぐらいの時間帯でしようかな。今日ぐらい、多分今日ぐらい、今日より早いか今日ぐらいぐらいにしようか。明日もメイクしてる多分。じゃあ明日も、うん、今日がちょっと早いぐらいぐらいで。じゃあ
また明日。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。メール送ってきます。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。